鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？え？ああ、いない。じゃあ、みんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、姉子。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。楽しそうだな。そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。下ろす。その調子で楽しみ。いいね。本当は無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ？そりゃ止まらねえけどよ。でしょ。力尽く上等。ひょっとして私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてた。気にするな。
ト、ルチ、押せ。限界っす。大丈夫だ。この状況のどこが。俺がいるから。いるね。よっしゃ、頼むわ。どけ。よっ。お姫様になった気分。買うのか。シャトへお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。どけ。いや、やらせるか。グラボ頼む。やっ、どこやろ。タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。Okay.
リタイアか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。どうでそれ。クライマックス最高。ジェシー、ハンドルを頼む。あらら、ここまでか。残念。次は2人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。ゴーカー。何の話だ。運転勝手に体験するな。ご褒美欲しい。いらない。やっぱり黙った。私いい先生でしょう。また黙る。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。はあ、7番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。おいでー。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。見て、たまにしか帰ってこない娘のために、いつもああして明かりをつけている。
ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのお袋さん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。ごめんね、ママ、こんな夜中に。自分の家でしょ。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど。自分ではやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。手紙？パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今、ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演。ジェシー、マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。
完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ、足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重に。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？
ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。そんなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。緊張してお腹が鳴りそうっす。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう。